東京臨海高速鉄道臨海線。臨海線は東京都江東区の新木場駅と品川区の大崎駅を結ぶ東京臨海高速鉄道 TWR の鉄道路線である。計画、開業時の路線名は臨海副都心線だが2000年からは一般公募によって決定された臨海線を案内に使用している。駅ナンバリングで使われる路線記号は R。 大崎駅で接続する東日本旅客鉄道、JR 東日本最強線、川越線と、相互直通運転を行っている。大半の区間が地下にあるが、国土交通省監修の統計資料では地下鉄として扱われていない。ただし、日本地下鉄協会サイトの日本の地下鉄ページには、民営、巡行営、第三セクター地下鉄一覧に、 東京地下鉄や埼玉高速鉄道、東洋高速鉄道などと共に掲載されている。新木場、東京テレポート間は、高度成長期に、東京外環状線の一部として計画され、湾岸部の海底トンネル工事も完了していた、旧国鉄形用貨物線のうち、国鉄時代に旅客船に転用されず、国鉄分割民営化後は、国鉄生産事業団が所有していた新木場。 東京貨物ターミナル間の一部を東京臨海副都新地区の開発と同地区での開催が予定されていた世界都市博覧会1995年開催中止決定伴う旅客輸送のために旅客船として開業したものである。東京貨物ターミナル方面から分岐する品川府と分岐部信号場大崎間については新規に工事を行った上で延伸開業した。 なお、同じく工事が終了していた品川ふ頭、分岐部信号場東京貨物ターミナル間は、東京貨物ターミナルの東側に、車両基地、東林運輸区を設置した上で改装線として利用されている。また新木場駅の曽我方では、JR 東日本の京葉線と線路が接続されている。東京テレポート駅品川ふ頭分岐部信号場東京貨物ターミナル駅。 東林運輸区を結ぶ海底トンネル、東京港トンネルは、旧、国鉄の京葉貨物線の一部として建設されたもので、人前工法で建設されたために、トンネル断面形状は、ボックスケーソンの四角形となっている。一方、臨海線開業に伴って新たに掘削された、品川不動分岐部信号場、天王津アイル駅間については、シルド工法で建設されたため、 トンネル断面形状は円形である。両線の分岐点である品川ふ頭分岐部信号場でトンネル断面形状が変化する。また、2020年の東京オリンピックに向けて東京臨海副都心地区周辺にオリンピックのための競技場が建設される予定である。ことからオリンピックのためのアクセス鉄道にもなる予定である。平常時の外国人乗客も増えているため、 2018年4月27日から英語を話せるコンシェルジュを東京テレポート駅などに配置するといった対応を進めている。大崎から JR 最強線に直通し川越線の川越駅まで相互乗り入れを実施している。これにより臨海線新木場駅から最強線停油で川越線川越駅までは一つの運転系統として成立している。 臨海線内は新木場駅大崎駅間の全線を通して運転する列車のほか、八尾車両基地への出入りのために、東京テレポート駅発着の区間列車も設定されている。日中は1時間に、大宮駅、川越駅発着の快速が3本、新木場駅大崎駅間の各駅停車が4本の、計7本が運転されているが、運転間隔はパターン化されていない。 臨海線内では、快速、ラピッド及び、通勤快速、コミューターラピッドを含めて、全列車が各駅に停車する。重量編成化に伴い、自社車両だけではなく、JR 最強、川越線系統の車両も臨海線内での折り返し運転に使用されている。東京ディズニーリゾート玄関口の京葉線、前浜駅への短絡ルートとして、 時折 JR 東日本中央線や東海道線などから臨海線を通り、京葉線へ直通する団体客向けの臨時列車が運転される。混雑が予想される日に特別ダイヤを組んで対応することが2002年12月の全通前はたびたびあったが、全通後はあまり実施されなくなった。ただし、大晦日には JR からの直通臨時列車が設定されるほか、 東京湾大河日祭り、コミックマーケット期間等にも、臨時列車が設定される。臨海線の近く間は、トンネル内径が広く非常時に、列車側部に脱出することが可能なため、列車の先頭部と最後部に非常時脱出用、貫通扉を装備していない系列であっても、地下鉄と旅客車で、アバ走行は可能である。すべて4度アーである。このか臨時列車や、 団体専用列車として183系や E257 系485系のお座敷列車、花、円、計測車の E491 系が乗り入れたことがある。乗り心地の改善と快適性の向上を図るため、2022年度の新車両を導入を目指すとしている。女性専用車は、最強線と同じく七時十六分九時十一分に、 大崎駅を発車する新木場方面行き前列車と22時34分以降に、新木場駅を発車する大崎方面行き前列車で、共に平日のみに設定。設定車両は新木場型戦闘車両である10号車。全線開業以降、臨海副都市にや品川、江東湾岸地区の開発により、利用者数は増加傾向にある。大人普通旅客運賃。 小児半額、IC カードの場合は1円未満、切り捨て、切符購入の場合は10円未満切り上げ。2014年4月1日改定。臨海線は大崎駅経由で JR 最強線と相互乗り入れを行い、新木場駅で JR 京葉線に乗り換える乗客も少なくないにもかかわらず、臨海線と京葉線との直通運転は実施されていない。これは、 常時直通運転させるためには多額な設備投資が必要になることや、臨海線が建設費の償還のため JR より相当に割高な運賃を設定しており、JR との運賃配分で問題が生じやすいためである、特に、後日の交通系、IC カード利用時の運賃計算。京葉線が通る千葉県は、臨海、京葉線直通で、ライナー、乗車券の他に、 ライナー券数百円必要を走らせ、そのライナー券に JR と臨海線の運賃の差額を上乗せする形で、この問題を解消しようと試みている。京葉線との直通運転が行われた場合、東京メトロ東西線の一部列車と同様に、事実上両側を JR 線に挟まれた乗り入れになるため、不正乗車が多発する懸念がある。また、 池袋駅など、JR 東日本の駅から海浜幕張駅など、JR 東日本の駅、いずれも直通運転が行われた場合、臨海線との共用駅となる駅を除くまで、直通電車を利用するなどして、途中で改札を通らず、追加などの交通系、IC カード利用で乗車した場合、東日本旅客鉄道株式会社 IC カード、 乗車券取扱規,規則第63条2の規定により、全線 JR 東日本線を利用したものとみなして、出場駅で運賃が引き落とされ。そのため、現状では、臨海線と JR 京葉線の直通運転は、運賃の回収が確実な団体客向けの臨時列車のみとなっている。なお、JR 東日本が計画している、羽田空港アクセス線、 後日では東京テレポート駅に向かう臨海ブルートにおいて京葉線への直通が想定されている。これに関連して東京都などが保有する TWR の株式を JR 東日本が買収する意向であることが報じられている。だが東京臨海高速鉄道側はそれを否定している。発車メロディや操作用のスイッチなどは JR 東日本で使用されているものと全く同じで JR と共用している大崎駅以外では基本的に東洋メディアリンクス製のウォータークラウン、サイリストララド、ゴタデルベヤヌを使用しており操作方法も JR と同じである。しかし基本的に発車メロディは時間の関係などであまり長く流れないことが多い。なお、 2001年の天王ズアイル延伸開業前は、駅自動放送に東海道型放送を使用していた。駅自動放送は、大崎方面を長谷川博次第、新木場方面を岡博子が担当している、東京メトロの大抵の路線と同じ組み合わせ。最強線直通開始以前は、大崎方面を村山明、新木場方面を吉井恵子が担当していた。 2000年、平成12年、運輸省、原国土交通省運輸政策審議会答申第18号において、東京臨海高速鉄道臨海副都心線の建設及び羽田アクセス新線、仮称の新設として、東京テレポート駅から東京貨物ターミナル駅を経て、東京国際空港に向かう路線が、B 路線、今後整備について検討すべき路線として取り上げられ、 大崎方面からの直通ルートについても合わせ、検討ルートしていた。2013年から2014年にかけて JR 東日本が発表した構想の中には羽田空港アクセス改善があり、2020年東京オリンピックをきっかけ同社社長として本路線を羽田空港アクセス線として要する案が提示されている。計画によると、 休止中の東海道貨物線、大使用線を活用した東山出ルートのほか、東京貨物ターミナルから東品川短絡線を建設して、品川シーサイド駅、大井町駅間で合流、大崎、新宿方面に直通する西山出ルート、東林運輸区への改送線を複線化して、品川ふ頭分岐部信号場で合流、新木場方面に直通する。 臨海ブルートの3ルートを建設するとしている。2016年4月、国土交通省交通政策審議会の東京圏における今後の都市鉄道のあり方に関する省委員会は、東京圏における今後の都市鉄道のあり方についてをまとめ、京葉線、臨海線相互直通運転化と合わせて、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトに位置づけられた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。